なりたいチャンネルです。新しく雲ですか、何か二次創作が始まります。それでは、苔玉ですか、何か緑間、クロッピング、スピリッツ、緑間ニュクス、朗読を始めます。苔玉ですが、何か緑間、クロッピング、スピリッツ、緑間ニュクス。東の洋上、その空でも熾烈な争いが起きていた。傘ながら大陸側の遠洋では、今も激しい争いが繰り広げられている。それら二つの戦場も地獄なら、ダズドルディア大陸側であるこちら側もまた地獄の光景にたならなかった。あれらが大地、海洋の魔性であるなら、こちらは空を司る魔性が踊る、凍えし闇夜であった。キャハー！震撼する耳障りな強制とともに、宵闇のごとき極低音の本流が空間全域をなぎ払う。黒い光線という矛盾した存在が、逃げ場のない攻撃範囲と射程で対峙するものすべてを表層へいてつかさんと、うなりを上げた。雲の？ただの霊気なんかじゃ、私の腹も下せやしないよ。前に出たアリエルが、暴食を発動させて空間ごとかじりつくし、極霊を飲み干す。まがまがしい本流は最初から存在しなかったかのように消え失せ、肌を撫でる寒波だけが無限の類ではなかったと証明しているだけ。これこそアリエルの支配者スキル、暴食の力。高度や質量を無視し、仮想の高校で範囲すべてを自らのエネルギーに変換して一方的に捕食可能なスキル。彼女の現在の象徴であり長年連れ添った真のおける相棒である。やるー。ほら、ヒュバン、もっと接近しろ。ここからじゃ本体には届かないんだから。あいあいさ。アリエルと軽妙な掛け合いをしているのは風流ノーサヒュバン。彼は弱体化しているアリエルを背に乗せ、芸術的な軌跡を見せながら超高速で飛翔する。猛烈な吹雪で覆い隠しながら氷杭が音速を超えた速度で襲来し、空を覆う暗雲からは突如雷帝が降り注ぐが、それらをひらりひらりとかわしながら、弾幕の雨をものともせず二人は愚風と化す。さすが邪神の仕込みとでも言うべきかねえ。何違わぬ化け物ぶりだよ。まったく。そう視線を向けた先にはアリエルが語った通り、本能的なおじけが走る魔性の姿があった。それを一言で言い表すなら、妖精のような何かだろう。夜空に輝く星々と闇を凝縮したような、超自然的な怪しさと底知れない怖さを内包した暗黒が、妖精の姿を形取っている。獅子も顔も余すとこなく漆黒であり、まるで影棒しか何かにしか見えないのだが、唯一高校と瞳のみ散乱とした青紫の光を放ち、不気味な笑みを浮かべているよう。そして、ガラスをこすり合わせたような甲高い嘲笑でケラケラケタケタと無邪気に醜悪に、こちらを見下すように闇を翻しながら踊っていた。ニュクス、夜の女神、そうしたおとぎ話を、彼女は融合した記憶から掘り起こす。それは地球と呼ばれる惑星の神話であり、情報の源泉については白織本体から分化した体担当が保有していたサブカル由来の雑学なのだが、これ夜っていうか、氷雪系だよね。空間がきしむ音すら聞こえるような吹雪舞う極冷却。冥府の魔性に近づくほど強まる気温低下はすでに霊下をたやすく超え、吐いた息も白く体の末端も凍傷を起こしかけている息だ。もはや氷国が権限したかのようなありさまで、ニュクス直下の海面も氷河のごとく凍りついていた。体の震えごと熱を奪い尽くさんと肌に霜が浮かぶ。眼球すらも凍ってしまいそうで、まぶたを閉じれば二度と開けられまい。その異常なまでの冷却現象は、魔法やスキルで引き起こせる領域をはるかに超越していた。こりゃ、単なる氷魔法ってわけじゃねえな。むしろ風魔法の領分だ。この強烈な気圧変化と下降気流、純粋な自然現象も込みな冷却だぜ。独りごちるようにつぶやいたヒュバンの言に、アリエールは問い返す。
わかるの？バカヒュバンのくせに。おいおい、バカだという自覚はあるが、俺様の得意分野くらいは額があるぜ。曰く、天外を覆い尽くすほど積乱雲、そこから下降気流の流れが生まれ、高高度で凝集固化した氷粒が落下してくる。それ自体も宇宙にほど近い領域から吹き下ろす超低温だというのに、落下中の氷粒は融解しながら落ちていき、その際に多量の熱量を奪い、乾燥した空気を抜けるときにも気化熱でさらに熱を奪う。その他もろもろの仕組みもあるが、長くなるので割愛。ゆえに地上に迫るときには極寒の空気と化しており、それを収束させ止めた結果がこの氷谷の仕組みだとヒュバンは語った。大気を利用した気象兵器、暴風竜巻も凍らせるのも稲妻を発生させるのも、全ては世界に満ちる大気の対流によるもの。超大規模な環境操作によって世界を蝕み、全生物を氷河期に飲むまで氷谷を顕現させる。それが冥府の魔聖ニュクスの本当の能力であった。おかげで飛ぶのも一苦労だ。っていうか、さっきから俺様の後ろをついてきているやつ、お前なんでここにいんだよ。おやおや、こちから絵が必要かと思えたけれど、不要だったかな。後方へ向けどなるヒュバンに、ひょうひょうとしたかすれ声が返答する。本来発声に適さない声帯で無理やりに言葉を紡いだようないびつな音の主は、闇流霊星。竜人とも言うべき人の体格と形態を選んだかの竜は2本の足で空を蹴り、ヒュバンの通った後をなぞるようにつかず離れずの距離で追いかけていた。お前、防衛はどうしたんだよ。なあに、数将ない部下に任せてきたさ。それに何分、僕は元から人型だしね。高校派不幸気だったから適切な場所にというやつさ。肩をすくめておどけるように一生する霊瀬に、ヒュバンとアリエルはいぶかしげな態度を崩さない。霊瀬の言う通り、能力的に多数を相手取るより、とある目的のために1対1に特化しているのは知っているが、だからといってそれが全てではないだろうといぶかしげに瞳を細めていた。そう邪険にしないでよ、純粋に君たちが心配で来たんだから。実際あれにトータルのに人数は多い方が領意でしょ。ぼやきと共に見やる先には、当然ニュクスの姿。霊気と闇をまとい、氷界の冥府で楽しげに傲岸不存に、今も終わりなく輪舞曲ロンドを踊っている。そしてひらりくるりと4回転を舞えば、両の手と背後に浮かぶ合計6つの代表球が来るよ。内部に圧縮した霊気を解放して放たれる絶対霊度の砲撃、それを再び暴食で打ち消しながら、彼らは攻撃が届く射程に収めるため失踪する。くっそ、なんでこっち側がニュクス単独なのか、これを見れば理解させられるよ。彼らはニュクスへと向かって飛翔している。しかしその距離は未だ遥かな遠くであり、望遠で姿を捉えなければ点にしか見えない距離が開いているといえば、どれだけ飛河を隔てる空間の広さについて実感できるだろう。干渉範囲が広すぎんだろ。圧倒的なまでの環境支配、それに替え高精度の狙撃とくれば、広域殲滅に最もも特化しているのがこの魔性なんだろうね。冥府の魔性と接近戦をするためには、甚大な距離の壁を詰めねば話にならず、遠距離戦で対処しようにも、射程は向こうが圧倒的に上手で、威力精度も凶悪。しかも充満する霊気で、熱と体力は刻一刻と奪われるのだから、持久戦は最悪中の最悪だろう。どこまでも無慈悲に徹底的に、純然たる性能差と敵手の強みを押し付けられた状況だった。圧倒的な不利、突破口は針の穴ほどあるのかも怪しく、勝機は遥かな先。だとしても、それでも進むしかないでしょ。行け、ヒュバン。ヒモネー、かっ飛ばすぜ。ついてこれるか。無論、必死に食らいつく草。放たれ、飛来する、氷谷の大波涛。それに真正面から臆することなく、機嫌を上げて立ち向かう。脇目も振らず、
愚直なまでにまっすぐに。氷杭を発砕し、乱気流を制し、極霊の本流を切り裂きながら猛追する。彼らはまさに空を一直線に駆け抜ける流星だった。キヒキャハハハハ。滅殺の氷国砲を幾度も放てど、やたらしぶとく生き残る抹殺対象を認めし、ニュクスは耳障りな強制で笑いながら次の一手を構築させていく。そうして放たれたのは三段のような面制圧の氷晶弾雨。しかも追尾能力まで備えているのか、的確にこちらを捉えてうがとうとしてきた。前方上下左右と様々な角度から襲いかかり、逃さない。身をねじ込める隙間などどこにもなく、暴食で消しきれる物量と範囲では決してなかった。氷晶がアリエールたちを針山のごとき不格好なオブジェにするかと思われたその間際、これで仕留められるなんて舐められたものだね。空に幾畳もの銀線がひらめく。四方八方に空間を割り裂く。それはアリエールの周囲30メートル圏内に到達した氷晶弾を残らず砕き割り、絶対の防空圏を作り上げていた。銀線がひらめくたび、アリエールの種子が残像を描くほど高速でかつ繊細に動く。そして氷弾の嵐を踏破した際、一瞬だけアリエールの周囲に垣間見えたのはたゆたう雲糸。弱体化しようとも、鍛えた技まで衰えるはずないでしょう。アリエールがやったことは単純である。ただ創始で神オリートを手繰り、斬撃と破壊属性を極限まで高めた糸で微塵に細断しただけである。それが入信の域で行われたものだから、視覚ではまるで氷晶が勝手に消失していくように見えるほどであった。剣上で魂を削り、スキルのほとんどを失おうとも、培った技量はわずかな限りもないのだとアリエールは高らかに示していた。あんま見下してっと痛い目見るぜ。そうゲンウこと。さらに続く第二撃も暴風が的確に打ち落とし、闇の弾丸がわずかな打ち漏らしも砕いていく。アリエールが見せた気概に応えるように、ヒュバンとレイセもまた気焔をたぎらせる。彼らは止まらない。さらにさらにと加速を続ける。大出力の大技は暴食で、範囲と手数重視の技では研鑽された戦闘技術によって蹴散らされた。アリエールたちの分析通りなのか、ニュクスの攻撃は超広範囲殲滅に偏っており、代表級からの極大冷却砲以外は威力が何段も落ちる攻撃だった。それでも人族や魔族の兵士たちを軽々殺せる代物だが、あいにくここにいるのは人外側の存在。この程度の小技では命を刈り取れるなどと思い上がりも甚だしい。ゆえに彼らは順調に進軍を遂げ、捕らえたぞ。冥府の魔星との距離がついに1キロメートルを切る。彼らの速度ならあと数秒もかからずに肉薄できる距離まで近づいた。迎撃の攻撃が道を阻もうとするが、もはやここまで来れば無駄な一手。気配を読んで回避し、潜り込み切り払う。そしてそのまま氷雨を突破し、眼前で無防備に揺らめく魔星へ彼らの必殺が叩き込まれた。ヒュバンとアリエールのために貯めた一撃が先立って発動する。風牙が銅を両断して、暴食がニュクスの頭部を根こそぎ食らい尽くす。入れ替わるように失駆したレイセがニュクスへと肉薄して、闇と腐食と下道属性の三重層を練り上げた魔剣が胸へと巨大な風穴をぶち抜いた。渾身の三連撃が狙い違わず炸裂し、冥府の魔星を打ち砕いたのだった。これで終わりだ。彼らの必殺はもはやオーバーキルとも言える領域だった。いびつな笑みを浮かべていた頭部は完全に消失し、胸部は根こそぎ粉砕した。残っているのは両腕の末端と分断された下半身くらいなもので、誰がどう見ても致命傷であると疑わない光景だった。だけど、しかし、まずい、逃げろ二人とも。予想外な手応えの薄さに、レイセが警告を上げるも遅かった。大氾濫する闇の霧。残った体から吹き出した粒子に飲み込まれ、レイセの姿は見えなくなり、
即座に反転しようとしたヒュバンとアリエールにも襲いかかる。グー、つかまれクモの。全力の回避運動で内臓と三半規管を揺さぶられながら、アリエールとヒュバンの二人は辛くも命をつなげた。しかし支払った代償は重く体に刻まれていた。ヒュバン、わめくな、ダイ、丈夫だっつーの。こんなのヘでもねえって。アリエールを守ることを優先したのか、彼女はほぼ無傷なのに対し、ヒュバンは片目が失明し、腹部は血濡れで内臓が飛び出している。そして彼自慢の大翼は穴だらけのボロボロで、今にも根本から千切れてしまいそうだった。なんとか体勢を整えた彼らに無情な現実が視界に映った。至近距離から闇を浴びせられたレイセの姿はどこにも見当たらず、そして大爆発で撒き散らされた闇の霧が個々に収束して姿形を描き出し、いくらか小柄で感じる密度も低いスータのニュクスが宙に浮かんでいたのだった。レイセ、畜生。そっか、軍隊。なぜそれに気づかなかったのかと、アリエールは奥歯が砕けんばかりにはがみする。その名前にも現れていること、緑魔の体現は誰であるのか、アリエールは瞬時に思い出し、魔性の性質を見抜いた。闇霧の集合体。それは彼女が救い出したいと願う少女の神格となって獲得した体質と非常に酷似していた。素体となっているのが闇か苔かの違いはあれど、どちらも体を物理的に破壊されても致命傷にならず、わずかな断片さえあれば時間を巻き戻すがごとく瞬時に修復してしまう。単なる損傷では意味をなさず、全てを消し飛ばす効果力で飲み通だとなる得意体質。それがニュクスに備わった基本的性能であり、体積の全てを潰さなければ決して死なない不滅の魔性なのだ。そうとも、緑魔とは主たる緑星が獲得してきた能力を元にして作られた存在である。地獄の門番は魔ひどくと土、視界の川は腐食と水、冥府の魔性は不死性と風。最も適性の高い魂に関する能力、下道属性の能力を持っていないのがかすかな救いだろう。それまであればたった一撃もらうだけで問答無用に魂を砕かれ即死していたのだから。そしてアリエールとヒュバンを取り囲むように出現したニュクスらが氷球を想像していく。単一であった時より幾分か出力は劣るものの、弱った二人を瞬間冷凍するには十分すぎるほどの冷気が収束していく。その絶対冷度とともに臨床される呪詛の死、大気がいてつき、ギシギシとガラスにひびが入っていくような音が空間を埋め尽くさんばかりに響き渡る。ニュクス同士が共鳴しながら奏でられる、それは冥府へ誘え誘う魔性の創造化であった。いてつき、眠れ、汚れし天空は光を覆い隠す、巡りし空をよどませたのは貴様らだ。大気はねじれ狂い、星々は姿を隠した。傲慢にも支配者を気取るなら、吹雪と極寒が汝に裁きを下さん。天の恵みは唐に愛想を尽かした。故に大地へ注がれるは、天球くまなく覆い尽くす狂乱の天才なり。生命よ、死ぬがよい、積乱する天空の狂気を思い知れ。髄まで凍えし極夜を味わうがいい。ごめん、シロちゃん。詫びるように、アリエールは小さなつぶやきをこぼし、そうして全方位からの飽和射撃にアリエールたちはかき消されるのであった。次回は、雲ですか何か二次創作、苔玉ですか何か緑魔、クロッピング、スピリッツ、転生者たち、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。